すごい腹をすかして食べるのが好き。これまで自分が自分にしてきたことを他の選手にこうやるだけでも、まあ僕自身が楽しく、なんか仕事っていうあれじゃなくて、まあ、楽しくやらせてもらってるから全然今は大丈夫と。じゃあまあダート帰ってけばいいってことね、はい、ああ普段イン静岡とかにしておきます。普段ってどうやって書くの。まあまあじゃあこの中には本当いろいろ入りますっていうのは後でね。うち9時始業なんでそれに合わせてほぼ9時に起きます。普段あんまり練習しなくて実はトレーニングばっかり。はい、こんな感じです。普段の1日 in 静岡です。はい、すいません、最初普段っていう漢字を間違えてぐちゃぐちゃにしました。寝る時間は試合の時も多分普段も変わんなくて、だいたい1時半とか2時くらいに寝るんだけど、うちの会社9時が始業なんで、まあこれさすがにちょっと語弊あるよ。9時ぴったしに起きるわけない。ちょっと早めに起きてね、いろんな身支度をするわけですけど、まあ大体9時ぐらいに起きます。で一発目、スムージー飲みます。なんか今ね粉で便利なやつがあって、スポンサーさんにいただいたやつで、こう水に溶かして飲むともうそれでスムージーみたいな、すごいもう体にいいやつ、それを飲みながら風呂に入ります。ちゃんとこれ試合の人一緒、もう毎日同じことしてたいから、汗かいて、それからお仕事が始まるわけなんですけど、笑ってんのはあれでしょ、9時始業で9時から何やってんだって話でしょ。これもね、僕の仕事だと思ってます。やっぱちゃんと体の調子を整えて、それが集中して、いや仕事に入っていくと。で実際風呂に入ってる時もメールの返信とかしてるんですよ。最初メールチェックしてガーッとこうこなしていく感じですね。はい、そして実は風呂に入るんですよ。おお、仕事してんじゃん。そう、ミスった。これバレた、やばい。これはやばいぞ。仕事はまあ今静岡にいるのも静岡ジェイドっていうチームの、まあ、運営とかにも携わってるんで、まあ、そっちのことをするんですけど、チームの運営の業種ってめちゃくちゃ多くて、で今はシーズン中なんでやっぱホーム戦の運営管理、まあ、あとはやっぱ一番はこう地域含めて、応援してくれる人たちにこう営業に行ったりだとか、まあ、いろんなこの営業活動っていうのイベントも含めやったりしてます。4月から10月の26で俺その間に今年でやったイベント70なんですよ。イベントってやってる方超楽なんですよ。1日行ってその日やるだけだから。けど準備の方めちゃくちゃ大変で、最初企画してじゃあどこどこで予算工面して、で会場を抑えて、でそこから候補だよね、こういうのがありますっていうのを言って、で当日もこういろんなお世話をしてみたいな。だからまあうちの静岡ジェイドの社員たちにすごく頑張ってもらって、今ここまで70のイベントをこなせてますというのが、まあ主な仕事ではあるですかね。まあでもやっぱ僕は監督で選手もあるんで、それは別に自分の体の調子を整えましょうとか、あとは他の選手と連絡を取り合いながら常にこう日程調整をしたり、あとみんなの状態をこう把握するっていうのも仕事には入ってきます。これまで自分が自分にしてきたことを他の選手にこうやるだけなところは実は多くて、あんまり負担じゃないというか、すごいいろいろ動くから心配されるわけですよ。大丈夫？寝てる？みたいな。でもまあ僕自身が楽しく、なんか仕事っていうあれじゃなくて、まあ、楽しくやらせてもらってるから全然今は大丈夫な感じです。もともと東京にいる時は日中に練習できる人が多いから、プロ選手たちが集まってじゃあ日中練習して、で夜の時間が空くっていうパターンが多かったんだけど、静岡行ってからはみんな高校生も授業あるし、社会人も仕事をして、それが終わってから部活動か練習になるから、だいたい日中に仕事をして、で僕もそこから練習場所がもしあればそこでやる、なかったら、基本的にトレーニングをするんだけど、毎日必ず卓球に関わることをするようにします。今練習量が格段に落ちてるから、それで練習できない時、相手がいない時にじゃあって言って何もしないと、もう多分一気にダメになっちゃうから、もう今その静岡ジェイドと契約してくれてるジムもあるし、そこに行ってガンガンウエイトをするとか、もう本当に何もできない時はランニングして、ちょっとでもこう卓球に携わるとかっていう体のことは
してますね。だんだんとこう年齢も上がってきたから結構論文とかも読んだりするんだけど、めちゃくちゃ面白い論文があって、だんだん僕らも年齢が上がっていくにつれてたくさんできないから、わざと時間を短くして2時間に絞ってやるとどんどん良くなるんですよ、自分の状態が。ただそれデメリットがあって、1日2日休むとめちゃくちゃ悪くなっちゃうっていうデメリットもあるんで、今は必ず毎日2時間以上はトレーニングか練習をするように心がけてやってると、まあ、かなり息の長いプレイヤーになれてるなっていうふうに思ってます。という感じで、まあ、毎日練習かトレーニングをしてますと。その後にサウナが、これは当たり前です。これは当たり前です。で、食事が遅いんですけど、僕あの1日何食食べるとか時間決めてないんですよ。お腹が減ったら好きな分だけ食べるって決めてて、で、ここで終わってすごい腹を空かして食べるのが好き。多分体的にはあんまり良くないから、アスリート的には。なんだけど、あのそれが好きだからずっとそういう生活、まあ、この辺の事情もあってそういう生活になってます。好きな食べ物、難しい。白子、冬しか食べれないじゃん。そろそろやってくる。そろそろ、もうそろそろ僕の時代になる。楽しいよ、本当に。白子とか好き、まあ、魚が好き。そうそうそう、自分さばくのが趣味なので、もうあっちで釣りは全然しないんですけど、そう、さばくのが好きだから魚が好きですかね。みんなが思ってる以上に多分食生活は荒れてます。ラーメン大好きだし、お酒大好きだし、もう好きなもん好きなもんだ、好きな分だけ取って、その分ちゃんと毎日どんな状態でも練習をやろうっていう風に決めてやってます。でもこれを多分日本代表のフィジカルの方が聞くと怒っちゃうんだろうなって思いながら今喋ってます。自炊、まあ、静岡いるときは自炊なんだけど、実は最近ちょっと忙しくて長く入れるときが少ないんですよ、家に。で、これこっからあの主婦の方とかですごい共感もらえると思うんだけど、家にあんまりいないときに材料を買い込んで余して帰ってきたときの絶望感やばいじゃないですか。なんで、あのそういうときは大体3日しかいないなってなると、その3日間食事にちょっとこう出たりとかしてやってます。やっぱあの使い切らないと嫌なタイプだから、もったいなくて、それがちょっとね、最近難しいなって感じてます。自分時間でも言うても動画見るぐらいですかね、うん、まあサウナがなかったらここで風呂入ってストレッチして、まあアニメ見ながらとかなんですけど、僕あの寝るときそのままスッて寝れないですよ。もうほんと高校生の時から動画を見ながら寝落ちっていうのを365日毎日続けてきちゃってるから、必ず動画をこう見ながら、まあ、って寝る感じです。何の動画見てんだろう。卓球とか。いやもう本当にね、あ、卓球も見るし、でも卓球見ると寝れないですよ。すごい頭冴えちゃうし、興奮しちゃうから寝れないから、もう本当流れてきたものを見たりとか、あと最近粗品大好きで、もう粗品ずっと見てたりとか、まあ、そんな感じですね。この企画をしたら自分が意外と真面目に生活をしているんだなっていうことに気がつきました。よくね、皆さんにちょっと頑張りすぎじゃないって心配してもらえる時もあるんですけど、僕は楽しく生活を送らせてもらってます。心配しないでください。これからも僕の応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。